YouTube をご覧の皆様、オンネットプロモーション代表音作六助こと佐伯健一です。今回は伝え方を話し合おう。伝わらない気持ち、言葉の使い方はという内容でお話を進めたいと思います。よろしくお願いします。では、なぜあなたの思いは相手に伝わらないのか、原因を考える、悩みを解決する、表現方法のあれこれをご紹介したいと思います。声の出し方に原因はあると考えられないでしょうか。相手に合わせる話し方はできてますか。また声量の問題で声が小さいとか人に言われたことありませんか。またあなたが低い声、高い声の方であったり、あなた自身が難聴で耳が聞こえにくいとか、早口に話してしまう癖とかありませんか。あなたが伝えたい話は相手が聞く耳を持つ話ですか。相手に興味のない話なら伝わりにくいです。あなたの話し方は大丈夫でしょうか。また聞き手の態度の様子だとか、だらだら長い話してませんか。乱暴な口調や感情的に話してませんか。話すスピードは、早口では聞き取れないこともあります。特に人が集まる場所などで、ある話ですが、趣味や好みが全く合わないと、話題がなく沈黙が続いたり、気まずい空気感が流れて、人との会話がもともと苦手であると、自覚があったりね。あなたにその場所が、不適切であるかもしれませんので、その場を離れる、長居する必要はないと思います。引きこもる傾向がある方の場合ですが、学校の勉強や先生が嫌いという理由から不登校になっていたり、転職就活がうまく自分の思う通りいかないであったり、学歴をね、気にされている方であったり、自分に自信がない方であったり、対人関係ですね、他人との関わりを避けたいと思われている方や、さまざまなケースがあるんですが、あなたの家庭環境を振り返ってみて、どうですかね。で、劣等感が、強いだったり、他人からの、自分が頑張ってる割にはね、評価が低いであったり、いろんな原因で引きこもりということが、社会問題にも今なっております。これは非常によくある話なんですが、相手との距離感ですね、距離の取り方、人と人との距離の取り方っていうのがわからないと言われる方であったり、そもそもあなたは何に悩んでます？事例を挙げますが、その日たまたまね、体調不良で、相手に対して不愛想な態度を取ってしまったり、学校や職場ではちゃんと挨拶できてますか。これは根本的に個人のね、原因があるものなんですが、滑舌の悪さですね、発声とかね、
発音とかそちらの方の問題で、滑舌の悪さというのも原因に挙げられると思います。で、言えない性格っていうのは、伝えたい言いたいことがあってもなかなかこう内気で言えない性格という意味合いもあると思います。で、学校の友達だったり職場の仲間、家族、不快な言葉をね、投げかけられて傷ついたであったりね、嘘とか悪口とか陰口とか、愚痴をね聞かされたりね、陰で言われたりね、そんなことが本人の耳にも入ったりね、嫌な思いをされた経験はありませんか？またいじめられたり、誹謗中傷をね、書かれたりで悩んだことはありませんか？自分が傷つく言葉を、受けた時、やっぱり言われた方はね、その言葉をずっと覚えてて、ね、根に持って長い間ね、それによってこう言葉で苦しめられるという、トラウマになる方も多いと思いますが、これ意外な話ですがね、言った方、傷つけた側の人っていうのは言った言葉をね、もう忘れてしまっていることがすごく多いんです。ですから、僕から言いたいことは、嫌な気分はね、ずっとね根に持たずね、また次のね、新しい何か、自分のやりたいことに向けてね、力を注いでほしいなと僕は思ったりします。これはみんなをね突き放す言葉に当たったら本当ごめんなさいですが、最終的な判断や決定は自分なんですよ。占いやカウンセリングはね、気休めとは言いません。趣味の範囲でね、カウンセリングは趣味じゃないですけど、心療内科とかね、うまく利用されたらいいと思います。だから自分自身がね、結局何をやりたいかっていう、なりたい自分っていうのは自分の想像の範疇で、自己表現ですね、方法っていうのは、個性ですので、誰かと比較してね生まれるものでもありません。何かの影響でね、これが好きやいうことでそれを深くね、分析されたり研究されて、自分の夢に昇華される方はたくさんおられると思います。僕の場合はね、音楽との、出会いがあって、音楽一筋というか、好きなものがね見つかってますのでね、それは突き進めていくという自分が、なりたい自分の延長線、結果とは別にね延長線であると自分では思っています。好きなジャンルを見つけて発信する、みんなそれぞれ同じではない。そうなんです、人それぞれキャラクターが違うんですよね。だから人と比べて悩む必要はないです。それぞれのね個性を生かした活動が、人生、自分の人生につながれば幸せなことだと僕は信じています。好きなことをして生きるということですね。表現っていうのはね、自己表現していたら趣味な人との出会いがあるかもしれないじゃないですか。まずだから自分をねよく知ることで、自分が何をしたいのかということが、大事じゃないかなと僕は思っています。ストレスをためないSNS の活用、皆さんもうやられてる方もねいらっしゃるかと思いますが、Facebook であったり、Twitter ですね、ぼやき系ですね、あまりね文字数がねたくさん書かれないんですが、Twitter も、拡散力はすごいのでね、ご存知の方もいらっしゃると思います。で、ここにちょっと触れてないですけど、Instagram ですね、インスタグラム、写真がだいたい中心なのかな、
まあ、あの表現ツールにしたらね、 Facebook も Twitter も Instagram もね、僕もやってますけども、あの Google っていうのは あれですよね、検索エンジンで、何でも調べるのにね、インターネットで調べるのに、便利なツールだと思います。で YouTube、 これ YouTube ですけども、YouTube なんかもね、動画がね、あの音楽が楽しめたり、いろんなものをね、エンターテインメントだったりニュースだったり、いろんなあの情報がね得られる、ツールになっています。しかしね、あの自己表現をする方以外でもね、普通の方でもね、 Facebook、Twitter、 YouTube、 あのやったらあかんっていう決まりはないのでね、あのこういったねアプリをね活用してね、ストレスをねなるべくためないようにね、あのしていただけたらなと思います。自己紹介のようになりますが、僕はあのオンネットレコードっていう、そういう音楽制作のスタジオも一応あの運営してるんですけども、そこの中で、僕の場合はですよ、僕の場合は、音楽、やっぱり音楽に出会ったことで、過去に作品をね、オリジナル曲をねたくさんたくさん作ったんですよ。でそれをね随時ね、あのどうやったらね皆さんがね、あの聞いて楽しんでいただけるかっていう工夫も、凝らしながらね、今配信中、まあ配信をね、随時していってますのでね、またそれもそれで楽しんでいただけたらなと思います。でオリジナルは、音作六助一人バンド、の方でね、配信中です。でサブチャンネルの方でね、ジコマンズっていうあのキャラクターでね、またそちらはそちらでカバー曲で配信してるんでね、あのそちらの方もあのよかったら聞いてください。宣伝になってすいません。あ、さっきの続きみたいになっちゃいますけど、メインチャンネルが自分ブランド配信チャンネル、音作六助一人バンドがね、全てオリジナルを配信しております。今この、チャンネルで、この動画をね、あの見ていただいてると思います。でサブチャンネルを紹介しておきますと、まあちょっとまだね90日経ってないんでね、あの3回、変更を失敗したらね、その思う通りならないんですね。だからあと何日かね経たないと変わらないんですけど、歌うラジオ YouTuber、別に YouTuber にねあのなろうとかそういうノリはないんですが、ハートケアみんなの居場所をいうことでね、あのコメントもねあのたくさん受け付けますし、こちらはねあのカバー曲を中心に、配信をしております。よかったらねあのチャンネル登録もねお願いしときます。ちょっと自己紹介をね間に挟みましたけども、テーマにね、あの元々のテーマに戻りたいと思います。あなたの言葉を聞いて相手はどんな気持ちになるだろうか、言い方もありますよね。あの優しい言い方だったり、まあ、怒った言い方だったりでも、あの先ほども触れましたが声の高さですね。でまあ声のスピードですね、ゆっくり話してるとか、あの言いたい言葉の内容がねグダグダじゃなくてね、内容ちゃんとまとまってるとかね、相手が聞きやすいようなね、あの不快にならない言葉も選んでね、あの発信していくということがね、あの伝わりやすいのかなと、あの、まあ、そこが根本かなと思ったりします。僕があの歌のね歌詞を書いてるからかもしれませんけど、あの言葉遊びがねすごく好きで、勇気イコール勇気って書いてますね。まあこのようにね、あの勇気がねあるかないかいうことでね、あのそれとこの勇気っていうのはね、なんかこう紐付けたらね同じような意味かなというような気もします。で伝わらない話、まあ伝わらなくてもね、あの誰も悪くないんです。実際誰も悪くないんですよ。あなたも相手も、傷つく必要も全くないし、その時にね、
聞く気がね、あるかどうか、相手にもね、で自分もね、ほんま別に言わんでもよかったかなっていうこともね、言ってるかもしれませんので、まあ、そんなに気にしなくてもいいと思います。伝えたい話って誰に何を伝えたい？重要な内容かな。まあ話すタイミングいうかね、伝えるタイミングっていうのもね、やっぱり大事かなと思うんですよ。相手がね、聞く気になってないのにね、こっちが一方的にね、急に言いたいから言ってね、話をしても、まあなかなかこう向こうもね、受け入れることはできないんかなと思ったりもします。で、まあそれが本当に相手にとってもね、有益な情報であったり、こう重要なね、内容かなっていうのも、やっぱり考えないとね、なかなか伝えて分かってもらえるいうところまでね、いかないかなと。で、まあその話のね、苦手な方もその自覚はあってね、まあ、もじもじしたらやっぱ当然ね、やっぱそっちの方が気になってしまってね、話の方がこう上の空になってしまったりもしますので、で、まあ、言葉のね、どんな意味がこう隠れてるかなっていうのもね、そのままズバリをね、言わない方もいらっしゃるんで、まあタイミングがね、何でも必要やと思いますよ。これは僕の経験談なんですが、相手に理解を期待するなら相手を変えようとしない、自分の伝え方のまずさを棚に上げて、自覚もしてなくって一方的に、分かってほしいと相手にね、話をね持ちかけ、伝えてもね、どうしてもやっぱり伝わらないものは伝わらないので、まあ、相手を変えようとするんではなく、自分が変わるということですね。まあそれが、大事だと僕は思っています。まあ、それと会話だけがね、コミュニケーションではないということをちょっと僕は僕の考えですけども、僕が実践してきたことは音楽的なコミュニケーションということで、音楽でね、歌詞メロディーあってね、でライブだったりね、それによってこうコミュニケーションが取れて輪が広がったりね、仲間ができたりねするんだなということの経験を通して、音楽的コミュニケーション術というのをオンネットレコードでもね、伝えていこうかなと思っております。で、最後にグレーの字で小さくね、言葉には責任があるって書いてますけど、まあ言葉っていうのはね、その人の使い方でね、生かすも殺すこともできますのでね、言葉には責任があって、自分のね愉快な言葉ばっかりを投げかけてくれるとは、限らないのでね、時にはトゲもあるよということです。自分は悪くない、相手が悪い、そういう考えの人の思いは伝わらない。これはね、何が言いたいかっていうと、よくいらっしゃるんですよね。自分はね、対人トラブルがあった時に悪くないと主張をね、あくまでもされる方がいるじゃないですか。まあそういう考えの方の思いっていうのはなかなかね、伝わりにくいんじゃないかなと僕は思います。なぜね、話を聞く側がね、悪いと言われながらね、聞かないとダメなんですか？おかしいでしょ。伝え方のまずい自分が悪いんです。対人トラブルが起きた時にね、まあ、伝え方っていうテーマは省いたとしても、相手悪いとね先に思うよりも、まず自分を疑うっていうことですね。自分も悪いとこがあったから怒らせたんかなとかね、絶対そうなんです。人間は完璧じゃないんで、 100% 相手が悪くて自分は悪くないとかね、 100% っていうのはもうまずないと思ってください。だから相手をね責めたりね、相手のせいにしてね、悪いように言うよりは、
まあ、まず自分をね疑ってみてください。するとね、あの対人関係もね、あのよくなっていくと思います。相手もまた変わってくれると思います。ちょっとあの心理的に深い話をしていこうと思います。伝えることができても、あなたが望む結果になるとは限らない。評価は他人が決める場合が多いということなんですね。自分は良かれと思って発言や表現や配信して自分の個性に触れた他人がね、あと好き嫌い、高評価、低評価を、ね、決める場合が多いと考えられると、あの要するにあの他人目線なんですね。自分のやってることもあのアーティストの場合は特にそうなんですが、他人目線で、決められるという場合がね多いので、自分はあの何を決める、何を望む、何を求める結果というよりは出してみないとわからないというケースがねあの多いと思うんで、まず自分の好きなジャンルを見つけてね、あの何でもいいです、あの SNS でもいいし YouTube でもいいですから、あの何か自分からのねあの発言や発信表現をねしてもらえたらなと、あの僕はあのちょっと幸せな気分もね、それを作ってる間とかね、動画作ってる間とかね、幸せな気分なんでね、それをちょっとお裾分けしたいなと思ったりしております。そろそろまとめに入ろうかと思います。伝え方にこれという答えはないのかもしれない。あのやっぱりそれぞれのねキャラクター個性での、人生ですのでね、あのみんながみんなね、あの絶対これが正しいよっていう答えはないのかもしれないなと、いうことです。で伝わらない原因を、まあ、相手のせいにしないと、まあ、先ほどね自分を疑うんだという話をしたと思いますけども、まああの自分が変わればね、変えようとしたらね相手はなかなか変わらないです。だけど自分が変わればね、相手も優しくねなったりね、なんかこう変わってきたりするもんなんですよ。ですからまああの人のせいにねしないで、対人トラブルがあった時にはまあ自分を疑えということです。で伝え方にまあ悩んだらね、あの悩んだ分あの悩みがあるというのはね、あのあなたはねきっと救われます、変われます、あの僕があのそれは断言します。ですからね、あのこれからもねまたオンネットレコード、オンネットプロモーションのね活動をね温かく、見守っていただけたらなと思います。長々とね話しましたが、ご視聴ありがとうございました。まあラジオ風なんで動画言うてもね、ここ番に私がね腕組んで偉そうにね格好してるだけなんですけども、またねオリジナル曲の方もね、喋ってる声とね全然違うねっていうよく言われるんですけども、これからもね音作六助一人バンドと、新しくね新しいキャラクターで、サブチャンネルで配信してるカバー曲、自己満足の方もね可愛がってもらえたらなと思います。まあ今回はこれお試しなんですけどね、伝え方ということについてねちょっとお話を、させていただきました。それでね滑舌が悪いのは誰でもない僕なんです僕がね滑舌が悪いので、こういうこうラジオ番組風みたいなんでね話す練習だったり、こう喉をね鍛える訓練だったりね、歌ってみたりね、いろいろ健康も考えてね、いろいろ頑張ってますんで、またこれからも、
応援よろしくお願いします。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。ではここらで、今回は失礼します。